まあ、僕はね、ちょっと若い時はもう何をしていいのか全然わからなかったり、夢も何も見つからなかったりですね、で目標も何もわからなくてですね、でトイレが何せ何もないんでですね、ほんまアホはしかしどうやって生きていくんかみたいに、まあ、思うところから、まあ、実は一人の人とのまあそれこそ出会いがあってですね、で、まあ、さっきの大島さんの話とあまり内容を被らんように話そうかなと思っているのがいるんですけど、まあまあ彼の言ってた通りです。僕もその師匠という人と出会った時に、あ、もうなんか否定的にもの考えるのをやめようと思って、で僕は自分で思ったのは、あ、僕の知らんうちになんかここの胸の前かなんかにもう否定のフィルターみたいなのができてるわって、それを気づいたですね。そしていろんな人からこういろんなこと言われても、まあそうは言うけどつって弾いてたです。もうどんな前向きな言葉も弾いて弾いて、まあそうは言うけどそれはあんたがそうなだけで人はそれぞれなんじゃみたいな感じで弾きまくってたんです。だけど僕はあまりにもそのパワフルな方と、まあ焼き鳥屋でね、たまたま出会っただけなんですけど、だけどもう話に2時間ぐらいこう食いついてしまってですね、で、あ、なんか変えよう思ったら自分を変えることなんやって、もう当たり前のことなんですけどね。でその時はそれがもう強烈にこう来たんで、僕イメージの中でですけど勝手にその出会った焼き鳥屋のね、カウンター席でもう自分で効果音をつけましたよ。メリ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 、自分の否定のフィルターバリバリバリ外して、今日から全部受け入れよう、もう出会うということは全てが縁なんやと。だからもう意味があんねやから、もうこの人の言うこと全部一遍受け止めるって、だからそう決め始めてから、なんかこういろんなことがあと、僕はまあ爆発的にちょっと変わったですね。そして気づいたら、まあ飲食店やったりとか、店舗たくさん店舗も作るとか、独立をさせてもらうことになったりとか、でそんなことをこうしていくうちに、僕はちょっと夢にも思わん人生を、どう思いますかね、皆さんはディスカッションはさせませんので、話ししないでね、なんかね、早く夢を見つけて、その見つけた夢にたどり着く人生がいい人生ですかね。僕のね、その役で出会った人の、たった一言だったんです。僕は、慌てて決めるなって言われたんですよ。慌てて決めんでいいって言われたんです。お前だって18歳で、知ってること小顔と小さかぞって。まあ、この人熊本出身なんで、ちょっと、こう顔思い出しながら喋るとつい熊本弁出てまうんで、ちょいちょい熊本弁出るんですけど、ね、お前の知ってることはね、小顔と小さかぞって。で世の中はね、お前が全く想像もつかないぐらい広いんだって。こんな広い世の中にお前にドンピシャハマるもんがどれほどたくさん落ちてると思うかって。今18歳で、例えば税理士になりたい、学校の先生になりたい、俺こんな風になりたいって、そうやって生きる人もいいんだよ、そらそれでって。目標達成型の人生の方が燃える人もいるって。でもね、お前はタイプ的に違うわって言われて、お前はな、夢にも思わんものに出会いながら生きていく人生の方が合ってるよって言われたんですよ。その夢にも思わん人生っていう一言なんですよ。夢にも思わんってどういうことなんですかって聞いたら、だから今日現在全く想像もつかない未来を君は生きることになるよって、この一言だったんです。それって何なんやろって思ったけど、その時点では分かんないんですよね。けど、まあ、僕は今大島よりはちょっと大きいんです。まあ年は50なんですけど、今ね考えたら、僕はこんな講演をやってたり、そういうレストランの経営とか、ちょっと元気のない若い子を集めて農業をやったりとか、なんかいろんなことをちょいちょいやってるんですけど、ですけど今の現在の僕のやってることを、それは考えたら18の時に全く想像つかなかったですね。これぞまさに夢にも思わん、僕にとってドンピシャの人生につながってきたから、これって。そう思うと、あの日焼き鳥屋でたまたま横に座った人が言った一言なんですよ。だけどそう思うとね、僕は大人の人の言葉ってほんまに責任重大やと思います。若いね、今日もね、なんか国高校でした、日本航空高校ですね、の生徒さんが来てはるって、野球部の人がね来てはるって聞いたんですけど、あんな彼らがね、
だってそれ以外の大人の人たちの言葉を信じるんですもん。あの人たちの心は聞く言葉で心を作られちゃいますからね。だから大島言った通りの、あらちっちゃい時にネガティブな赤ちゃんなんかいませんよね。あ、みんな通ってきたからご存知でしょう。あのなんか捕まり立ちとか初めてね、こうハイハイして高速ハイハイとかできるようになって、こんな椅子とかで初めて捕まり立ちして、こうわなわな生まれたての子ヤギみたいなところでからこう歩き始めましたよ皆さん。それと一発で歩ける子なんか誰もいませんよね。何十回も頭ぶつけて何遍も泣くくせに何遍もチャレンジし続けたから今日歩いてきたんですよね。いや俺ちょっと日本足無理っぽいと思うねんって言ってる赤ん坊いませんでしょね。あの時諦めてたらどうも四つん這いで来ない監督だったら膝から血流してる人を多分ハイハイしてきた人だと思うんですけど、そんな人はおらんのでしょ。もともと僕らはスーパーポジティブで生まれてきて、だけどその100点満点で生まれた命なのに、なんで人それぞれ差が出るのかっていうと、これ聞いてきた言葉なんですね。特に親ね、あんたダメだとかね、そんな無理に決まってるとか、さっきの人見知りの話でね、おしまいしてましたけど、僕んちの斜めっていうかね、真向かいにいとこ住んでるんですよ。そのいとこ元屋っていう名前なんですけど、僕の一級下なんです。だからちっちゃい時からいつも一緒に遊んでましたけど、その元屋はね、僕ね子供とから思ってたんですよ。なんかね、そこのお母ちゃんがタコちゃんおばちゃんって言うんですけど、タコちゃんおばちゃんがもうこの子は人見知りで、この子は初めての人とのあれが苦手なんでって何遍も言うんですよね。でそれを元は完全に信じてました。だから僕より一級下なんであいつ今49ですけどね、未だに言ってますよ、僕は人見知りなんでって、人見知りなんでって言えばなんかね、うまく関われなくても許してもらえるっていう、あれあいつの中でもう逃げ道になってますね。未だに僕は人見知り、あのガキの頃のカコちゃんおばちゃんの刷り込みで、こいつは一生人見知りって言いながら初対面のね、せっかく巡り合えてる人の心の中にも飛び込んでいけないし、でなんか俺は人見知り人見知りいうことでなんか壁作ってるんですよ。だからもったいないなと思ってね、僕いつも思うんですね。だけど、ね、100点満点だったら僕ら全てね、全員子供の時100点満点のポテンシャル持ってたのに、実はお父さんお母さんの中から聞かされる言葉で限定されていくんです。引き算されていくんです。でそれが個性に変わるんですよね。人それぞれに変わっていくんでしょうけど。